たか覚えていないんですけれどもご許されて、神様が私たちにくださっているものは全部だな、本当に神様ありがとう、全部の栄光神様にありますように、そして私たちを愛してくださっている本当のみんなの本当のお父さんの愛をみんなが知ることができますように、そういう思いを込めて賛美させていただきたいと思います。Father, 賛美があるよ。
私たちを作られた天の父なる神様は、一人一人を大切に大切に大切に思って、全部をくださった方です。どうかここにおられる大切な愛するお一人お一人が、神様あなたの愛を昨日よりもまた少しでも、もう少しでもあなたの愛を知って、愛されていることを知って、あなたの喜びに、消えることのないあなたの喜びに、また永遠の希望と永遠の平和と永遠の安らぎと、満たされますように。ゴスペルは良い知らせです。アメン。神様から残る良い知らせを私たちも信じて、また生きるのに疲れている方、自分は生きててもいいんだろうかと思う、そのような悩みの中にある方に、どうか本当に変わらない希望と喜びと感謝の愛を歌を通して届けていくことができるように、神様どうか私たちを神様の愛の船として、アメン。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆様と一緒に時間を過ごせて本当に嬉しかったです。